今日の晩ご飯は四角です。四角か？俺も結構好きなんだ。へえ、私はそこまでだな。一体何の話をしてるやで？それでアベル、最初に聞かなきゃいけないことがあるの。何でも聞きな。このゲームのジャンルは何？ファンタジー RPG？ バカにしてんのか？知らないもん、アベルさんはジャンルでゲームは選ばないもん。ちょっとまだ話の途中。まあ、なんとなく察しはついてるやで。このゲームは、ください。暴力、残酷描写？ちょっとアベルどういうこと？そりゃあ RPG は戦闘とかあるじゃん。ああ、お腹すいた。今日の晩ご飯なんだろう。お、この子が主人公のサラちゃんだね。なんか、不気味な感じ。アテネ、いきなり失礼やで。だって、絵のタッチがさ、お母さん早く帰ってこないかな。ほう、ルートが分岐してるのか。ルートによってキャラの設定が大きく変わる？サラちゃんのことなのかな？エンディングは全部で3つあるみたいなんでね。しっかりと全て回収していきましょう。一つだけで十分です。いろいろと周りを調べてみるやで。やっぱりまずはこのぬいぐるみか？顔が怖いんだってば、もっと可愛いぬいぐるみはなかったわけ？はぁ、サラちゃんに続きクマさんまでも批判ですか？可愛いぬいぐるみが置いてある。あ、それだけ？特に言うことはなしと。それならテレビさんならどうだ？あ、テレビは時間を進めるためのものなのね。特にすることもないし、進めちゃってよろしいか？当たり前でしょ、進めちゃってよろしいわよ。絶対早く終わりたいだけやで。テレビを見て時間を過ごした。ただいま。あ、お母さん帰ってきた。サラちゃん遅くなってごめんね。お母さん、どうしてそんな不気味な笑みをしてるの？アテネ、今度はお母さんを。いや、確かに不気味だな。すぐ晩ご飯の準備するからね。ねえ、今日の晩ご飯は何？サラちゃんが一番大好きなものよ。それってひょっとして。お、三択ですかい？もちろんそんなのハンバーグ。ちょっと待て。もう当てね、なんなのさ。絶対この選択肢でエンディング変わるよ。もっと慎重に選んで。サラちゃんの気持ちになって考えるやで。なるほど、重要な選択肢なのか。なら、シチューかな。小さい女の子だったらシチューが好きそうだよね。もしかしてシチューかな？ええ、そうよ。サラちゃんはシチューが大好きだもんね。わーい、楽しみ。子供の好きなものを作ってくれる、普通にいいお母さんじゃないか？まあ、今のとこはね、いただきます。サラちゃん美味しい？うん、美味しいよ。うふふ、よかったわ。おかわりもあるからたくさん食べてね。やったー。ほのぼのとした親子会話だぜ。まあ、今のところはね、さっきからずっと何かを疑ってるやで。ごちそうさまー。なんだか眠くなってきた。じゃあ夜遅いからもう寝ましょうか。お風呂は朝起きてからでいいから。その後すぐ布団に入り眠った。おやすみなさい。そしてさりげなく横に入りアベルも眠った。シュヤー。勝手に入ってんじゃねえよ変態野郎。ふわー、昨日はよく寝たな。今日もお母さんが帰ってくるまでいい子にしてなきゃ。サラちゃんは学校とかは行ってないのかな？休日とか？いやでも、だったらお母さんは家にいるよね。そういえば、お父さんを見かけてないやで。確かに、シングルマザーなのかな。てか、キッチンとかに行けるようになってるね。右のハテナは何だろう。トリマキッチンに行きましてと、そしてすかさずハテナの場所に移動。玄関か？外に出られるってこと？でも勝手に出ちゃダメなんじゃ。内側から鍵がかけられているだと？ここには入らないように言われてたっけ。あ、玄関ではないのか。開かずの扉ってこと？入るなと言われたら入りたくなる。気になるー。アベルが衝動と戦ってるやで。絶対ヤバいから入るなよ。ほら、まだ調べ終わってないでしょ？ふむ、そうだな。最近買ってもらったものだ。お、昨日と変わってる。新品のぬいぐるみなのね。自分とお母さんが写ってる。やっぱりサラちゃんとお母さんだけ。お父さんは、カーテンが開いていて外の景色が見える。とまあ、この部屋はこんなもんか。暇を潰せるもの、何もなくない？ぬいぐるみがあるやで。ぬいぐるみか。キッチンだ。そういえば最近は、お母さんよくご飯作ってくれるな。あ、最近からなの？仕事が忙しくて作れなかったとか？冷蔵庫には食材が入っている。得られた情報としては、お母さんが最近ご飯を作るようになった、ぐらいか。一日経つごとに情報が更新されていくのかな。どこかに鍵があるんじゃないか？あ、ここの鍵が隠されてそうだよね。いやー、入っちゃダメって言われてるんですけど。誰も見てないし、バレへん。テレビでも見るか。まあ、アニメでも見てれば時間は潰せるか。アニマックスで何見てたっけな。正直全然記憶にないぜ。お母さん帰ってきた。サラちゃん遅くなってごめんね。すぐ晩ご飯の準備するからね。今日もシチューなのかな。アテネはご飯とパンどっち派？まあ、どっちかといえばパンかな。別にご飯も好きだけど。ぐちゃぐちゃに混ぜたら怒りますか？
ノーコメントみたいやで。はーい。そういえばお母さん。どうしたの？もしかしてご飯美味しくなかった？とっても美味しいよ。なんか、最近お母さん変わったね。どうしたの急に？だって前より早く帰ってくるようになったし、ご飯もお弁当じゃなくてお母さんが作ってくれるし、私が欲しかったぬいぐるみも買ってくれたよね。なんだか優しくなったなぁと思って。あら、そういうことね。いつもサラちゃんには一人でお留守番させちゃってるからね。もっと優しくしてあげないとって思ったのよ。ほんと？すっごく嬉しい。お母さま。何よ、普通にいい話じゃない？私がちょっと勘ぐりすぎてたの？当たり前だろ。ごちそうさま。あれ、なんだかすごく眠いかも。いや、眠くなるの早すぎない？昨日もそうだったけど、食べた後にすぐ、なんかおかしくない？もしかして、晩ご飯に、睡眠薬が盛られてる可能性か。いや、そうだとしてもなんで？まあ、まだ確定ではないからね。そして3日目を迎えました。今日も張り切って1日を満喫するぞい。別に、することないけどね。ちょっとお母さんへの不信感が上がったぐらい。そこも含め調べていきたいね。おもちゃ買ってもらうの久しぶり。いつもは無駄遣いはダメって怒られちゃうから。どうして急に買ってもらえたのか。何か、やましいことがあるんじゃない？だから急に優しくなったんじゃ。お父さんはどんな人か知らない。でも、女で一人で育ててきたんやで。大切な娘、だもんな。眩しい。まだ眠いよ。仕方ねえなぁ。俺の隣で寝るか？ちょっと待ってね、今警察に電話してる。嘘ですやん、未遂ですやん。じゃあキッチンを調べよう。昨日の晩ご飯美味しかったなぁ。おかずがいっぱいあって嬉しかった。前は家で料理するときは、温めるカレーかカップラーメンだったもん。そっか、じゃあシチューは本当に嬉しかっただろうね。おで、もう疑いたくねえよ。今まで冷蔵庫の中と言ったらお弁当くらいで、お母さんが料理することなかったなぁ。おぐ。きっと更生したんやで。そうよ、いい方向に進んでいってるのよ。ここには入っちゃダメなんだよね。そもそも鍵がかかって入れないけど。最初さ、お父さんの部屋かと思ったんだけど、そういうわけではなさそうだよね。お母さんが何かを隠すために使ってる。いや、きっとこの部屋で料理の練習をしてるのよ。そうやで、努力は陰でやるタイプなんやで。そうだよね。今日は何を作ってくれるのかな。料理の練習をしたせいか、見せるときよお母さん。サラちゃんごめんねー。今日は晩ご飯作れそうにないの。あ、そっか。仕方、ないよね。代わりにお弁当買ってきたからすぐに用意するわね。いただきます。ごちそうさま。ねえ、サラちゃん。どうしたの？実はサラちゃんにいいものがあるのよ。ほんと？やったー。はい、どうぞ。わあ、お菓子がたくさん。お母さんありがとう。よかったわ、気に入ってくれて。でも晩ご飯前には食べちゃダメよ。はーい、でもお母さんよかったの？どうしたの？だってうちってあまりお金ないんでしょ？前にもぬいぐるみ買ってもらったし、こんなにもらっていいのかな。まあ最近は、お母さんもお仕事頑張ってるから大丈夫よ。だからサラちゃんは何も気にしなくていいの。ふーん、そっか。じゃあ、夜遅いからお風呂入って寝ましょうか。あ、今日はお風呂に入って寝るんだ。昨日と一昨日はすぐに眠くなってたのに。違いは、手作りじゃないってことやで。まあその日の疲れ具合で変わりますし、ちょっと何よ、なんで急に不穏な BGM になったのね。なんで？気分転換的な？毎回同じ BGM は飽きるだろ。いらない、そんな配慮いらない。よく見るとお腹の糸がほどけてる。ほどけてるところを広げて覗くと、小さな機械みたいなものが入っていた。おい、これって監視カメラか盗聴器のどっちかじゃねえか？嘘よ、こんなの嘘。娘の動向を調べるためにおもちゃを利用してたんやで。お父さんは私が生まれる前にいなくなったってお母さんから聞いた。だから今はお母さんが一人でお仕事を頑張ってる。毎日大変そうだったけど、最近はいろいろ買ってくれるし、お仕事うまくいっているのかな。おもちゃは偽装のためのフェイク。違う、娘へのプレゼント。いい天気。そういえば最近は晩ご飯食べたらすぐ眠くなってたけど、昨日はすぐ眠たくならなかったな。あれ、昨日の晩ご飯はお弁当で、ひょっとしてお母さんの作った料理食べたら眠くなってる？なんでだろ、お腹いっぱいになったからかな。ああ、サラちゃんが異変に気づき始めてる。まあ、普通あんなすぐに眠くならないからね。いやだ、信じたくない。いつもお母さんが帰ってくる時はとても疲れてて、それで料理することもほとんどなかったけど、最近よく作ってくれるようになったのは、料理の楽しさに目覚めたのかな？まあ確かにその可能性もあるか。ある、よね。も、
もちろんよ。うちにはあまりお金がないしお母さんは料理したくないから、前はお母さんがお弁当一つ買ってきて、それでおかずを二人で分けて食べてたんだよね。そんな人が急に料理に目覚めるものなのかやで。あてね、どうなんだよ。ってごめん、聞く人間違えた。それはどういう意味かな？私の手料理食べたいの？いや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 、アテネさんの貴重なお時間を割くなんてそんなそんな。どうします？入らない。絶対に入らない。何が何でも入らない。そうは言ってもよ、こんなチャンス二度とないかもなんだぜ。中でお母さんが料理の特訓をしてるかもやで。確かにそうね。ってなるわけないでしょ。はい。いやー、通常バーと修正バーどちらを見ますか？修正するほどやべえんですか？この後一体何が起きるんだよ。当然修正バーに決まってるよね。うん、最初は通常バーにしようと思ったんだけど、調べてみると結構胸クソ展開だったんで、修正バーで行かせていただきやす。ふぅ、どんな展開なんやで。恐る恐る中に入った。初めて入る部屋の周りを見渡してみる。壁沿いには本棚が置いてあり、部屋の真ん中には机があった。机の前に立ち、引き出しをそっと指で触ってみる。ふと引き出しの中が気になった。興味本位で一番上の引き出しを開けてみる。引き出しに入っていたのは封筒だった。封筒？もうやだ。早く部屋から出ようよ。その封筒の中身を見ると、わあお金がたくさん入ってる。おっとお金金金、いい封筒、ですね。絶対やばいお金だろこれ。お母さんが頑張って貯めた貯金かもやで。いくらぐらいかはよくわからないが、札束が入っていた。よく見ると封筒の中にまだ何か入っている。お薬が入っていた。何のお薬なのかはよくわからない。きっとお母さんの大事なものだから戻しておかなくちゃ。絶対これ睡眠薬ですやん。いやでも、睡眠薬を使う理由ってなんだ？お金の入った封筒しかないし、夜な夜なこの部屋で何かをしてるってわけではないのかな。中身を戻した封筒を引き出しに入れて部屋を出た。あ、無事に出れるんだ。お母さんと鉢合わせになるのかと思ったやで。よかった。なんだかお腹空いたな。お母さんいつ帰ってくるだろ。あ、そういえば昨日お菓子もらってた。晩ご飯前には食べないように言われてたけど、ちょっとだけならいいよね。それからお菓子を食べ始めた。美味しい。少しだけのつもりが、美味しくてついもらった分を全部食べてしまった。ごちそうさま。ちょっと食べ過ぎちゃったかも。ああ、これ晩ご飯食べられなくなるパティンじゃない？お母さんに怒られちゃうよ。晩ご飯前は食べるなって言われてたやで。サラちゃん遅くなってごめんね。すぐ晩ご飯の準備するからね。まっついサラちゃんの胃袋ピーインチ。きっと正直に言えば許してもらえるよ。いただきます。どうしよう、さっきお菓子食べたばかりだからお腹空いてないや。でもご飯残したらお母さんに怒られるし。あら、びっくりびっくり。電話だわ。ごめんね、ちょっと部屋から離れるから、サラちゃんはご飯食べててね。お母さんは台所から出て行った。ラッキー、今の間にご飯隠しちゃおう。いやいや大丈夫か？それ後から見つかってさらに怒られるパターンじゃ。正直に言ってた方が。空になったお菓子の袋に残ったご飯を全部入れた。どうかバレませんように。お菓子の袋はまずい。しばらくしてお母さんが戻ってきた。あらもう全部食べたのね。うん。眠くならないの？ええ。ああなんだか眠くなってきたかも。私もう寝るね。お母さんおやすみなさい。わ？眠くならないのってなんだよ眠くならないのって。もう睡眠薬を持ってるのを自白してるようなもんだろ。この後何をするつもりなんですかお母様。晩ご飯を隠したことがバレるのではないかと思い、そのまま逃げるように寝た。正直言うとお母さんにバレたらどうしようという不安で、そこまで眠くなかった。今日の晩ご飯、明日食べたらバレないかな。でもそしたらお腹壊すかな。やっぱりお母さんに謝ろうかな。そんなことを考えながら目をつぶっていた。しばらく時間が経ったらうとうとして。はわわわわ、何よ何よ何よー。待って何が起きてるの？いや、誰か、助け。終わり？いや待てよ何勝手に終わってんだよ。最後、お母さんじゃない人が部屋に入ってきてたやで。サラちゃんを売ることでお金をもらっていた？マジで胸クソ展開じゃねえか。少しでもお母さんを信じた私がバカだった。サラちゃんは純粋に喜んでたんだよ。これが、シチューの味か。